中村武史のサンキューチャンネル。はい、今日のゲストは中日ドラゴンズ OB 彦野俊一さんに来てもらいました。中日ドラゴンズのレジェンドです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この企画絶対面白いよ。彦野さんも現役やめて何年だ。ですね、98年まで現役でしたから、彼も24年経つのかな。つい驚いても俺も18年ぐらいですよね。現役長いでしょ。現役は現役と一緒ぐらい。現役が僕はもっと長いか。21年。ああ、じゃあまだね。でも21年でも実質ね、ちゃんとやれたっていうのは。ちゃんとっていうのは2軍は入ってないとか。入ってないけど。まあまあ成績残せたっていうのは10年ある、10年ぐらいですかね。彦野さん何年。俺16年。16年、うん、ね、ちゃんと仕事できた。ちゃんと仕事したら3年ぐらいじゃない。3年でも僕入団して彦野さんが行って、はい、その時は一軍行ったり来たりだったんですか。たけしが入ってきた年に初めて一軍行った。ちょっとだ。それまでなかったですね。1回もね。2年間全くお呼びかからず、はい、まあ、そこそこやってたんだよ、はい、レギュラー、はい、2軍のレギュラーとしてね、はい、やれてたんだけど、よく知ってるところなかなか上げてくれないんだよ。当時結構熾烈ですもん、うん、もちろん外野ですもん。外野でセンターですか。センターとかそういうポジションもなし。外野の人、多分その中で一番1軍と2軍に行ったり来たりしてたのが川松さんだよ。あ、川松さんぐらい。いくつ違うんですか。4つ。あ、4つ。でもあの人はもう、ね、当然俺なんかよりこうね、成績残してる。でも川端さん守備できないじゃないですか。でもライトとかやってまあそれは川端さんからすいませんあ、そうです。でも当時は平野さんいましたよね。そう、レギュラーはライト、タオさん。あ、タオさん。平野さん大島さん。大島さん。でもこれまだバリバリですか。変えようがないですよ。バリバリです。バリバリ。あ、ちょっと強烈ですね。ちょうど入る前の年が優勝した年なんですよ、はい、ね、あの中日ドラゴンズ、はいはいはい。だから、のぶし軍団とかなんとか言われてる頃で、一番まあ強かったというか、よくすごい有名になった。いや、もう名前聞いただけでも、ちょっとね、うん、隙がないでしょ。外野なんかもう全く入る隙間もないし、ないですよ。だから控えに豊田さんだとか、はいはい、石井さんとか、藤浪さんとか、なんかそういう人だったら逃げるよ、はい、で、若いところで頑張ったんです、はい、だからそこに入ってなきゃいけないから、はい、まあ、お呼びかかるわけもない。で、僕が入った時に初めて一応は、そうそう、それも大島さん怪我したから入った。あ、そういうことですか。その時試合出たんですか。4打席。スタメンじゃないですか。いや、だいたいだ。サンキュー。前の年に一応試合には出すってもらえるようになったんだけど、はいはい、まだレギュラーなのかどうかっていうのが、じゃあ星野さん2年目からですか。そうだから、平野さんはその時に最後の方にっていうふうになった時に、はいはい、まあ、一応センター巻いたっていう。そうだ、あの時は彦野さん、立浪、山本昌、4人ぐらいが同時進行、ね、そうだよね、その辺の年の近いところで。まあ、新村さんもそうなのかもしれないけど。ああ、そうですね。新村さんはピッチャーが転向してまだ数年でしょ、うん、ゴーストリーだからセンターラインがボコッと変わっちゃった。そう考えると結構な改革です。まあ、むちゃくちゃだよね今年以上でしょ結構ね、新聞とかも当時結構書かれてたじゃないですか、うん、当時の新聞は書く ね、 ね、はっきりとね、何段熱か。そうだね、普通に出てたもんね。なんとなく記憶が蘇りますけど、まあ、それで、まあ、現役を辞めて野球からまあ一旦離れるじゃないですか、うん、困ったわかんないけど、ね、困ったばっかりだけどでももういきなり CBJ 解説ですよね。解説者ですよね。まあ、それこそ、うん、まあ、その辺りはやっぱり星野さんが、うん、いろいろ根回ししてくれてたみたいで、まあ、引退をすると言った日にこう挨拶に監督室行った時に、まあ、そういうね話を。ちょっと待ってください。引退っていうのは自分で、まあ、厳密に言うと、まあ、今でもクビなのかなと思ってるけど、まあ、ディスクビみたいなもんじゃん。だけど辞める年の5月ぐらいから、あの2軍に行ってたのね。98年の5月ぐらいから。まあ、当時あの2軍の監督さんが新村徹さんだったの、うんうん、そうですか。だったの。だからまあまあよく知ってる人だし、はいはい、まあ、ちょっとその辺いろいろ話しながら、はい、まあ、ベテランの口だし、はいはいはい、だから、しばらくなんとかもう一回1軍にという気持ちもありながら、
調整というかこう試合出たり練習したりしてたんだけど、だんだんちょっとなんか雰囲気がちょっとこれ違うなっていうのが分かる、分かります分かります。でこれは俺をこうどんどんこうどんどんこう引退の方向に持ってってるような空気感みたいなのが自分自身はどうだったんですか。で、まあ、たまに試合に出た時にそれこそなんだろうな、今まで普通に打ててたような球がファウルになったりとか、なんかしだした時にあれあれってちょっとずつ思い出して、で一回切れるわけじゃないけど、なんかそうなってくるとなかなか戻らないよね、でお盆ぐらいに徹さんねとこに行って一応もう聞いてみたら、来年俺コース入ってますかねっていう、今8月ぐらいですね、そしたらちょっと言葉を濁したわけ、パッと言わず、はいはい、入ってるよとかって言ってくれるのか、みたいな、あ、分かりましたって言ってで家持って帰って、もうやめるわっていう話に、自分の口からもでもう家でそういう会議、会議というか、まあ、話をして、多分こうだと思う、だったら俺も自分がそうするわっていう話をつけて、で徹さんに言ったらなんか安心したような顔になったねいつ言ってくれるんだっていうような、まあ、なんとなく僕は分かります、その野球界のその、でしょ、まあ言う方も言いづらいし、ね、まあ聞く方はねちょっと勇気のいるあれだけど、まあまあある程度聞きに行く時点でもうなんとなくもうなんとなくね雰囲気が出てるし、でところどころに二村監督の方から、教えてやってくれみたいなことをちょいちょい言われるようになってきて、2軍にいるというもう半分兼任ですね、だからもうお前のバッティングそのなんかあれをちょっと若いやつにみたいなこととか守備もそうだとかって言われてたから、まあなんとなくわかるじゃんこっちもね、だからまあその流れで行って、ただ優勝争いしてたでしょ、98年横浜と、最後の最後、だからなかなかその引退試合みたいなことがあそういうことですね、行えなくて、行えない消化ゲームがないってことですよね、なくて10月の頭までかかっちゃった、でなんか前の日に負けたんだよね横浜に、そしたら急に夜電話かかってきて、明日なって言われて、明日って何ですかっていう話から明日引退試合、そんな、急にっていうのはすごいですよね、じゃあどうしよう、もう10時とか過ぎてるからどうしようかなって、なんかとりあえず両親とか、まあ、ね、ゲームを回したりとかして、あとまあ一応応援してくれてる全然そういうのいたから連絡しまって、明日新聞の新聞でちょっと急っていうのすごいですね、それはね、その時にちらっと思ったのが、あと3試合か4試合か分かんないけどなんか残ってたの、ゲームが、で、名古屋は最後だった、でもその日しかないんだけど名古屋の最後だったからね、だから遠征連れてってもらえるかなって最後のあれで、はいはい、だからいや1日だけって言われて、あの時は登録するんですか、するんでしょ、じゃなくて出れるでしょ、今はしなくていいですよね、ああそうなんだ、今は引退試合の選手は登録しなくても特別になんかその日だけだったらできないようになったんですね、多分したんじゃないの、いや当時はしないとダメだよね、そういう経緯があったんですよ、それはさすがに皆さんまだちゃんと練習してないで、僕がこっちで喋ってた話だからね、ここからも面白いよ、さっきの話だけど監督にご挨拶行って、今まで本当ありがとうございましたって、でどうのこうのちょっと喋るじゃない、で今日はどうしたいんだって聞かれた、お前に今日は好きにさせてもらう、最初から決めてたから1回だけ出席ください、じゃ どういう出席がいい、だから今までずっと代打やったりしてたから代打なのかみたいな話、いやもうできたら一番センターで、スタメンでね、おお分かったって言って、もちろん星野さんですね、そうそう、でじゃあそうしようっていう話になったんだけど、よくよく考えたら本ゲームだから、守んないといけない、俺はまっさらのところに立ちたかったね、はい、分かります分かります、人が立った後嫌なの、分かります、一番バッターって打席ね、でよくよくその試合見たら川上憲伸先発なの、であいつ新人王かかってるで相手阪神戦ですごいって言ったでしょ、彼となんか争ってたのね、俺のところ飛んできたなんかやらかしたらどうしようとか思うじゃん、だ飛んでくるのさただいきなり完全な人やったから別にいいんだけど、ギリギリとかじゃなかったらまあ、なんとかそんなあんだけやっぱり不安なもんなんですか、守ってないからね、そんなもんですか、
まあ、自信はないことはないけれども、うん、やっぱりドームだっていうのもあるし、ちょっとまあ考え方のレベルがね、バリバリの現役の時と、うん、まあそれはフライとかね落とすことはないですけど、まあ金のよりうまいかもしれないね俺は。でもやっぱりそれだけ不安にいろんな状況、ね、変な緊張感があったの、ね、自分のね、うん、せっかくもらった引退試合なのに謙信のこと考えて、ね、いろんなこと考えて、それも分かります、ね、ただこれ変なことしちゃダメだろうなっていうのがあったね。で結局その回はゼロで抑えたから飛んできたけど、まあその回は謙信ちゃんと抑えてくれて、はい、ああよかったで、で打席行くっていう、ちょっと俺で打席に入ったのに、ね、しっかり鳴らしてね、落合さんじゃないけど後ろからこうね、あの線が曲がってないで、ああいう時ってやっぱりできるだけ長く立ちたい派なんですか、もう、うん、もう決めてたんですか、何球目まで打たないとか。いやそれは決めてなかった、あの時は結構ね、スタイル的には初球からガン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 行くスタイルだったんで、うん、で代打になってから基本的に初球絶対打たないって決めてた。打たない、打たない、あ代打になって、代打になってから絶対に1球目は見送るっていう風な自分の、まあ、パターンみたいなのがあって、はいはい、それで見極めて攻め方をちょっとこう分析するじゃないけど、そういう風に決めてたので、あえて見送ってたんだけど、さすがにその日はそういう気持ちじゃなくて、うん、その若い時にこの年月に戻ってやろうと、うんうん、それこそ初球ど真ん中まっすぐ来たらスタンド放り込んでやるっていう、だって相手ピッチャーもやっぱり、まあ、相手ねクリークだかクラウドだかストワークだか忘れてたけど、左の変な外国人のピッチャーちょっと理解できてないですよね。でもテルだったの、キャッチャー、矢野だった、はいはい、だから彼はよく分かった、はいはい、トムさんまっすぐしか行かないんです、はいはい、こっちが分かってないでしょ投げ手がで、カウントがね、スリーボールとかになったわけよ、僕はスリーボールは、はい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 、でね、フォアボールが一番つまんないじゃん、まあまあね、はい、だからもう少々高かろうなんか打ってやろうみたいな、まあ、来ないんだよ真ん中に、うん、でファールばっかで、うん、結局スリーツー、まあ今スリーツーなんで、多分テイラーも必死に真ん中構えてこうやってくれてるんだけど、で最後多分なんかちょっと刺したんでしょ、ピッチャーちょっと抜いたんだスーッと投げてやろうと思ったんだと思う、はいはい、それが今でいうチェンジアップだよな、あーはーはーはー、ど真ん中来たけど、はい、ちょっと抜かれて、一番かっこ悪いショートゴロだよ泳いで、まあまあまあ、でも当たるだけいいじゃないですか、え当たるだけいい抜いてくれた抜くなっていう話ですね。でも抜かれてこうやってショートゴロで、うん、まあただあの俺の尊敬していた野球始めた頃に長嶋茂雄さんに憧れてた、はいはい、あの人も最後ショートゴールだったから、あそうなんですか、やっぱり泉さんショートゴールとかあるんだって無理やりですよ勝手に、あ俺も最後ショートゴール、ショートゴールだった、ショートゴールかも、じゃあ泉さん、いい選手、僕はでも来年1年できるそうな雰囲気があったので、うん、急にクビになったような感じなんですけど、じゃあそれが最後の打席だったら知らずに打った、うん、そうそれが多分ショートゴールじゃないかな、今言われて何となく引退していい選手っていうところで、多分ショートゴロ多い、あそうなんですか、うん、本当ですかまあまあそれでまああの引退、やっぱり本当困ることだらけっていうか、結局まあ当たり前だけど野球はやらないんだけど、野球に携わる仕事難しくなったらいいけれども、うん、今までまあ変な話、レギュラーの時って試合出てるから、はい、その試合出ながらの野球を見るけど、はいはい、俺ね不幸中の幸いで怪我して、で、まあ、途中はちょっと戻ったけど、はいはい、最後代打だったでしょ、はい、だからベンチにいることがすごく、はいはい、そうなると、ね、解説者みたいなもんなんだ、はい、ベンチの中にいて、はい、で特等席で毎日やるのを見ながら、うん、いろんな人の話も耳に入ってくる、じゃあいきなり解説はやったんでしょ、やったけどそんな苦じゃなかった、ああスッと入る、割とまだ人よりはまだ見方がちょっと第三者的に見れるというか客観的に見える目は多少あったかな、あとは新聞、そう新聞と、うん、まあそれくらいかな最初は、で途中からあの子供の野球の塾、野球塾ですね、塾をバッティングの教室みたいなのを、うんうん、もうそれも20年ぐらい経つのかな、今はまだやってる、うん、でそれを3本立てぐらいで、うん、やらせてもらって、だからラジオでもそれこそ番組持たせてもらったりとか、それなりに喋れるのと、まあ、関係ないけど歌を歌いたりするし、うんうんうん、だからまあそういうのも多少得だったかもしれない、
まあ、歌はね有名ですよ。これはつまらん。え、なんか資格取ったとかそういうのはないですか？それこそ、まあ時間できるじゃないですか。特別なんかってことはね、最初のそれこそ辞めて10年ぐらいの入社ないな。ほとんどやってることばっかり。もうそれなりに忙しかったっていうか。まだ当時はそうですね、結構忙しかったかな。テレビ中継もまだあったっすね。テレビもラジオも、それこそ毎日やってましたから、かなりたくさんの本数があったりした時代だし、テレビ局によって当たり前なんだけど抱えてるその、なんだろう、解説者の人数とかあるじゃん、それもさ、まあ、今はすごく多いかもしれないけど、当時ってそんなに多くなくて、辞めたらテレビ局入るっていう人がいたら、このテレビ局の人たちが今度コーチングを取るみたいな、割とこの辺グループになってたりする時代だったので、意外とこの人数ってそんなに増えていかない。野球界もそういう放送界とか、まあまあいい時代だったっすね、まだね。なんかうまくローテーションしてるっていうかね。今とはやっぱりちょっと違いますね。じゃあ特別、まあ毎日なんだかんだ野球関係で忙しかった。そうです、ね、最初の年はなんかもう喋らなくても喋っても関係ない人に全試合見ろって言われて、球場って見てたんですか？だから球場行ってた。あ、ドラゴンズの全試合。全試合だから名古屋ドームか、は必ず行って。仕事じゃなくても、だから喋んなくても。どこから見るんですか？その記者席とか。それも結構大変ですね。無駄なお金じゃないかなと思うんだけど、名古屋ドームの試合を見なさい。そう、ビジターまで来いとさすがに。それは言わなかった。それは言わなかったけど、やっぱりそういうところでちゃんと定義して、まず顔を覚えて。まあでもどうなんですか、そういうことがやっぱり当たり前なんですかね。昔は多分そういうのが普通だったのかな。で、逆にそれ来ないと、なんだあいつみたいな。そうそう、僕らもね、会の合間に、まあ、テレビ、ロッカーでテレビ流れてる、解説誰かしてるじゃないですか。変な意味で偉そうに言ったりなんかしてるわけじゃないですか、リコさんじゃないですよ。そういう人たちってグランドにも降りてこない人たちですか？結構ね、その6時開催だと本当にそれこそ5時半ぐらいに来てる人たちで、ありきたりのことをなんとなく喋るわけですね。当時はまだやっぱり練習というかね、バッティングゲージの裏に結構いたじゃないですか、解説者の人たちが。ああいう人たちにこう喋っていろんなこと聞かれたりしてテレビでなんかね、は分かるんですけど、あの人いたとかだなっていう解説者も多かったじゃないですか。そうだね、だよね。いわゆるベテランって言われてる人たちって、まあ、そう考えればやっぱりね、見てた方がね、やるのもやりやすいし、なんとなくね。そう、だから引退してその最初の場所の監督はまだ続けてたから、その後に山田さんがやってるのはいろんなことがあって、で最終的に、まあ、しばらくちょっと落ちたんだけど、あの辺からちょっとね話せなくなったんだよ。喋ってくれなくなっちゃって、なんかなんか選手も喋りたいんだけど、ちょっと裏切ってくださいみたいな話になって。でもそれはある意味ね、まあ、いわば取材みたいなもんですよね。そう自分の解説の準備をしてるわけですよね、あんまりネタも一つ二つちゃんと握って言っとかないとね、まあ、言っていいのと悪いのもあるけども、まあ、ちょっとそれを持って喋るのか全くなくて想像で喋るのか、ね、でもだんだん想像になっていっちゃったんですよ。だから、話ができなくなった。僕もやりだして、まあ、1年ちょっとですけど、やっぱなんか難しいですよね、なんか変にまだ選手の気持ちが分かるというか、よく分かんないですか？ある。最初ね、俺もね、すごい選手側で喋りたくなっちゃう、だから、当然きついこととかまで言えなくなっちゃうって。でもなんか、きついこと言うのは、言わないとダメみたいな雰囲気ないですかね、解説者って。ここはダメみたいなこと、多少、ここは絶対こうであるっていう、ここはちゃんと言わないと、なんだあいつって、俺たちのことまで変なことになるし。だからそこの辺が最初でやっぱ使えるようにちょっと苦労したんですね。やっぱりまあね、見てる聞いてる人に伝えないといけないので、なんかこうじゃないけど口はなんか変なこと喋ってるとか、なんか本当はこうじゃないけど、まあ、これじゃ伝わらないなと思って、いや今のはまあ悪くないんだけど悪いんですよとか言い方でね、なんか
矛盾したような言い方になるよね。ヒントなんだけど、あれは本当はエラーですよっていうことがなかなかうまく言えないじゃないですか、解説っていうのは。そうだね、あのそれこそ先輩、大先輩の監督も、うん、そのいわゆる解説者をやられた時のあるのを聞いたことがあるし、うん、まあ他のさまざまな人、うん、で高木守美さんもいて、はい、高木守美さんってどっちかと褒めない、はい、タイプでしょ、うん、どっちかときついことばっかりすると、うん、そっそっという、ね、でそれも大切だなっていうことだ、たまに言うと、ね、それができないんだよ、うん、最初で西野さんみたいに言い切ることもできない、うん、あんだけドーンってしたいという、だからその辺がすごく最初どっち派になった方がいいのかなと、まあ、まあまあ、テレビもラジオも信用するし、やっぱなんか辛口派と甘口派がなんか、ね、うん、だから愛があるなら愛があるっていうか、ちゃんときついこと言ってダメよもダメって言って、うん、ちゃんとフォローができるならどんどん言えばいいんじゃないかなと思うんだけど、これないとね、ただ言ってだけでじゃ文句ばっかりってなっちゃうので、うん、この辺が一番難しいのかな。まあもうそう考えるとね、もう超ベテランですよね、解説者って言われるんですよね、うん、全然まだ新人だよ。いや僕もたまにラジオの時は彦摩さんの、ね、声で分かんないけど、やっぱりね、上手に解説で分かりやすい参考にさせてもらってますけど、くどく喋らないように努力してます。ちょっとあの間がね、ちょっと難しいですよ、ラジオもありますよね。こう喋りたいけどボール投げちゃったら第何球目投げましたって一回止まるじゃないですか、話が。テレビの解説とラジオって、ね、全然違うんです、ね、全然違うんですよね。でラジオっていうのはやっぱり時間の勝負だから、うん、なるべく簡潔に相手に伝わるように、うん、パンパンパンって喋る。意外と喋るのはないですよね、ラジオ。喋った感はないですよね。アナウンサーの人が、うん、まあ、ある意味、ね、まあ、説明しながら喋るから、どうですかって言われて初めてやった。映像ないからね、何球目投げたらどこに行くか、そうです。テレビがあればね、見てますからね。テレビは違う話してもいいぐらいだからね。その辺の使い分けも、ね、ラジオやってると上手くなるよ、うん、でも、まあ、ということで、そんなに困ったことはなさそうな。いや、ありますよ。いや、話しますよ。サンキュー。それで、まあ、ちょっと、まあ、戻りまして、ドラフトに入った時のね、ドラフトの時の話をちょっと聞きたいんですけど、はいはい、地元じゃないですか。ええ、このバンバン剤ですよね。ドラフト、親はドラフト3位だったっすか。ドラフト5位。5位っすか。でも、まあまあ、ドラフトに行けると思ってたでしょ。思ってなかったね、半分は。え、半分は思ってました。スカウト来てたでしょ。来てましたよ。ヒコンさん見に。ただ、2年生の時に。ヒコンさんは見に行くでしょ。いや、違います。あ、違います。浜田さん。あ、ピッチャーです。大先輩の。一つ上の先輩で、はい、その人がいたので、はい、その人を見に来てたんですよ。で、まあ、一個下で、ね、工藤さん、槙原さん、浜田さん、ね、だから、たまたま俺が一個下だったっていうので、うん、ついでに、まあ、たまたま見てもらって、うん、試合を見て、そこでいいのが出たんだっていうふうに思われたんだろうと思う、うん、で、来年お前、ね、来年お前な、みたいなことは言われてた。その高校の時も外野ですか。一応、なんだろう、浜田さんの後の2番手とか3番手の一応ピッチャーも、ピッチャーもやってた。キャッチャーもやってたんじゃないですか。キャッチャーはね、プロに入るときにやれって言われた。あ、やれって言われた。2ヶ月でクビになった。あ、やったんすか。やったよ。道具つけたんすか。え、道具までつけさせてもらうまでいかなかった。ブルペンで取るまでやった。え、それ素でちょっと話それます。なんでキャッチャーやれって言われた。なんかそのいわゆる代表の方がその中日ドラゴンズね、うん、当時ね、うん、君は肩とかが強いし足もあるから、うん、で嘘をたけてるから、うん、キャッチャーできないかって言われて、中尾さんがいたんだよ、はい、でなんか似てるって言われて、はい、性格好が、うん、だからそれこそその後釜じゃないけどできないかって。それなのもやっぱり昔は代表さんの意味、代表に言われた。真面目にですか。真面目な顔してます。それでまた、うん、ちょっとこうしたここからちょっとだけど、まあ結局ダメ、もういいわって言われてもそれってあれでしょ、事務所とか呼ばれて言われないでしょ。グランドレベルで言われるでしょ。そうそうそう、立ち話してる。だから代表が言ってるよっていうことを伝えられてきた。あ、最初はね、高校、まだ高校生、ね、ブルペン座ったんですか。座ったし、だその前に一応自分の高校生の球をブルペンで取ったり、自己流で、はい、キャッチャーフの練習したり、セカンドスローで投げたこともないから投げてみたりとか。まあまあその気になってたんですか。で、だってキャッチャー見てもらったし生まれて初めて。いや、なんか寮とかそういう話の中で、俺キャッチャー好きだよとか、なんかそういうのは僕なんか記憶にあるんですけど、うん、だからキャッチャーで練習したら素晴らしいと思ってる。天才だと思う。
まあ、でもやるのはできたら、あんな怖い目つぶっちゃうの。いやいやいや、誰でもつぶりますよ。いや、つぶり怖く、ただブルペンで撮るのは撮れた。だから同期の平沼とか、はいはいはい、宮下とか撮ったとか、うん、串丸ブルペンで、ただこんな早いんだと思って、たまあまあ慣れですけどね。でもこんなにやってワンバンなんか撮れないよ、そんな急にやれって言ったって。ちょっと見たかったですけどね。まあまあそれでも 地元じゃないですか。うん、まあ寮生活になるわけじゃないですか。もちろん、やっぱり寮に入らないんですよ。実家から通う。ダメ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 。でもまあ、ね、ほとんどね、もうよく知ってるところですよ。よく知ってる。まあ知ってるっていうか、まあ一応名古屋市内だったから、うん、ただまあ俺の実家知ってるかわかんないけど、うん、港の方だったから、はい、中村なんで、はい、ちょっと離れていっちゃうね。そうですかね、うん、あなた名古屋球場から考えてるでしょ、うん、名古屋球場から全く逆の方に行くからね、うん、まあ同じような距離感っていうか距離感だけど、まあまあ全然しないわけじゃないよ、もちろんだけど、そんなものすごく知ってる土地感ではない。まあ僕も京都から来たけど、やっぱりまあなんか知ってる馴染んでるだけでもちょっといいんじゃないですか。まあ周りは名古屋だって、例えば東京に巨人にドラフトかかって、本当は巨人行きたかったんでしょ、うん、だったら多分ねどこでも欲しかったあ、でもご両親やっぱり大喜びですよね。特にあのドラゴンズ父親が特別なドラゴンズファンなんで、はいはい、それは喜んだよね。とまあおふくろはまあね、まあまあ、プロ野球選手になってくれたからよかったよかった、そっちの方がね、うん、っていう話、もう喜んでる心配のことがね、おふくろさんとか多いと思うんですけど、で当時もちろん寮生活はもう高校なんで実家から通いですよね。寮生活っていうのは初めてでしょ。ああそうそうそう、あのうちの高校は寮がなかったんで、実家から通いだったから、うちのは初めての寮生活。そうそうそう、どう先輩とか怖かったですか。やっぱり怖いっていうか、まあ緊張はするよね最初ね。いや僕が入ったけど結構まだいかつい人今、ただ俺のここの横が水沼さんだったんで、うん、あコーチ、まあ半分こうどっちかな、県だったかな、県ですか、うん、いずれにしろ広島から来られて、はいはいはい、まあほとんど寮にいないんだけど、はいはいはい、まあ、たまにうちもいるじゃん、うん、夜はいるじゃん、うん、でやっぱり、まあ、知ってるけど顔はあんな顔じゃん、うん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 、でまあ、俺らのイメージもあるじゃん、うん、広島のね、うんうんうん、ちょっと怖いイメージがね、ダメだダメだ、同じフロアだって、俺の横ミキさんだった、あその横だったから、ミキさんはコーチですよね、うん、同期っていうかミキさんも同じタイミングで入ったの。あコーチも寮に、コーチの初めてのね1年目だった、その並びに都合する寮長、ね、俺2回やってたんで、うん、だからまあそこら辺がちょっと痛すくて怖いなっていうのがあったけど、まあでもそんなにはあれですよ、寮生活は困ったことはなかったですか。まあでも暇があったら実家帰ってたんでしょ。帰んない帰んない帰んないですか。帰んない、休みの時は帰って、そのダメなんですか。外泊になるんですか。外泊、それは多分したことがないけれども、寮長に言って、例えば明日休みの子今日の夜実家に帰りますんで、うん、あの帰っていいですかって言ったらいいって言ったんかもしれないけど、でも外泊届ありますよね。うん、外泊届け出したら多分だから県外の人たちはそれでいいんじゃないの。ああそういうことですか。俺すぐそこじゃん、まあ変な話あ別にもう別に帰んなくてもいい、全然帰るなんすね、うん、帰る気は全くなかったし、じゃあそんなに帰ったことある。外泊届けは帰る帰ないですとして、帰ってないよな、大丈夫だけど、まあまあ友達が来たりして、まあ、名古屋市内に泊まっても一応外泊届け、あそれで OK だった OK だったです。次の日が休みだったね、うん、多分俺たち市内のやつはダメだ。あそういうことですか。おそらくおそらくダメだったんじゃないか。サンキュー。僕は2年後に入るんですよね、福岡さんの移動。そうそうそう、まあ、その時はもうね結構無視だったから、無視ではないでしょ。あの時は先輩で浜田さんと水本さんと、まあもちろん1個多いのね、うん、三浦さんとか山本さんとか山本さんとかいましたけど、あ、古川さんがいたか、ああ、社会人から来てね、あなたがいじめてた人、うん、なぜか部屋に行くとこう酒蔵があってできてるんですよ、彦本さんと酒蔵、一升瓶の酒蔵と君は買ってくるんでしょ月経館の月経館のね、酒蔵、まあ変な話ですけどお金がないんですよ我々当時二軍選手だから、少ないお金で ね少しずつお金出したりして、ちょっとだけ先輩だから少しだけ僕に出して、で寮の真裏に酒屋があったから、ここに形に行かして、まあファームだから
試合終わってちょっと練習して、まあまあ時間できるんですよね、うん、で、まあどっか行って食べに行くお金がない、ね、お金がないし、だからそれで毎晩だったね、ほぼ、ね、でもまあ、僕はまあお酒って言ったらおかしい、まあ教えてもらったのはヒコさんですからね、あと今、山田さんとか3、4人でね、ザブドン引いて、畳でテーブルもなくてな、テーブルもなくて、ドーンね、湯飲みでね、うん、でたまにご実家からね、名古屋の有名ないいお酒を、あー、そうそう、あのギフとかね、ね、あのこう差し入れが来てね、今日いいや、それは大事に飲むんですよね。まあ、まあ、僕らの味全然まだ分かんなかったので、でも言うても3杯ぐらい飲んだらもう一緒になっちゃう。でもね、でも何か楽しかったです、あのお酒買いに行くのも、うん、つまみれで梅カツオとか、ね、そういう納豆、ね、かとか納豆安いやつでね、でもまあまあ野球の話してましたよね。野球の話してたよ ね, ね意外となんかね、何にもテレビもつけず、うん、でグダ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 ね、ね、もう明日頑張ろうっていう感じで、ね、日曜日なくなったら終わりだね、終わりで、それがまあほぼ毎日ぐらいのレベルするともう本当にね、結構な瓶が並ぶんですよ、ね、あれ坪井さんに見つかったの知ってる？知らないです。俺お尻に隠してたもん。あ、知ってる、それは知ってるでしょ、うん、だからなんでかじゃないんでお尻に開けられて、あ、ダメだったんすか。部屋で飲んでダメだった。一応全然知らない。俺は知ってたよ、知ってたけど、まあ許してくれるかなと思って、で、まあ、そんなギャーギャー騒いでるわけじゃないからいいかなと思ってやってたんだけど、結局何かのタイミングにガーッと開けられたら、はい、すっげえ入ってたよ、一生懸命カラビンでしょ、カラビンがで、本当に俺はボウリング好きだから、うん、ボウリングのピンみたいにこう並べちゃったよ。そうそれもなんか記憶にあるんですよ。まあそれがなんかかっこいいって言うか、いや、こんなに飲んだんだって、なんか自慢げじゃないか。あれ見て、坪井さん、お前ボウリングすんかって言われて。本当そういう時代だったんですかね。でも本当に日本酒飲んでたな。なんか、寮生活で珍事件とか、僕の事件以外でなんかありますか？人の話だよね、たくさんあるんだけどね、そういう。まあでもまあ、時代、今だったら、ちょっとやばい、まあ、アウトドアが多いですね。じゃないの、うん、で僕の珍事件はまあまあの、ズボン縫ってくれたじゃないですか。あれは両方さんがズボン縫ってた。ここからも面白いよ。あ、そうそう、俺でオルナイトあれをしてあげてよ、うん、裾上げしてたんですよね、ゴルフの。そうそう、俺が自分でな、ね、で僕は酔っ払って入っていったんですよ、泣きながら。俺が、まあ、トイレにあなたが泣いてたから、トイレに痛いわしたいわで泣いてて、で終わって出てきて、で見たらそうだったから、うん、薬がないからもうオロナインぐらいしか。いや、本当にもう真面目だろ。で、次の日コンベだったじゃん。そうです、ヤシコンベです。できんの、お前この腕でっていう。あの時はまだね、徐々に痛かったけど、アッサーととてつもなく痛かった。まあ多分今だとどうにもならないような映像になると思うけど、手袋がはめれなかったです。結局やらなかったらできなかった。やるなんか行ったよね、一緒に行きましたよ。で、なんか言われたんだよね。いや呼び出してもらったんです、やった後に。やるのが終わり。やってないと思いますよ。なんか やれなかった。僕球団に呼ばれたんですよ、それで。はい、バレて。いや、あ、それされたこと、されてるのに、なったことに、事情聴取中ですか、何やってんだお前はっていう。でもその誰がやったとか何をやったとか、まあ、そういうことはあんまり聞かなかったんですけど、まあ、一応説明しなさいって言われて、まあ、覚えてるかで説明して、ね、まあ、結果的にはもう二度、もう今度やったらクビだぞと言われて、で、まあ、しっかり直せっていうことで、まあ、あの時代だから済んだわけであって。まあね、まあ、あの時は本当にね、言葉では表せないので感謝します。あのオロナインがなかったら今頃もうダメだもんというね、本当に優しいところもあるんです。怖いところもありますけど、優しいところもあるんです。ブンブンハロー YouTube。 彦野さんって言えばやっぱりはい、ホームラン打って一塁ベースでのオープンはやっぱり笑っちゃ怒られますよね。つれな事件ですよね、どっちかっていうと。僕らもうファンとして見てて、はいはい、子供の頃を見てて、やっぱあれが衝撃で、はい、何が起こったんだってテレビ見ててもうハテナしか
なかったんですけど、あれ何が起こった？多分ね、あの自分でも何が起こったか、その時はあんま分かってなかった。僕らも分かってなかった。野球見てたんです、僕ら。多分みんな見てた。そう、みんなもうちょっと微妙な高さと、俺多分ね、生まれてこの方あんな低い打球のホームラン打ったことないですから、ね、ぐらいちょっと低かったな。とこうなってもうみんな彦さんは走ってて、もうみんなレフトのポールの方を見てて、ね、うわーってなった時に、おい彦さんいねえぞって言われたよ。そこでもがいてるわ。で行こうと思ったら行くなーって言って、でなかなか早く助けに行けなかったんですよ。もう触ったりしたらなんかルールでダメになるから、まあまあちょっとね、うん、パニックった状態になって、とりあえずみんな心配だ嬉しいわで、でも当の本人はね、心配じゃないだろ。いや心配もありますいや絶対ない、ね、あの状態で転んでた人を見てあんまり心配ではない。それでバカじゃないのって倒れてて、そんなにもう通り越してたんですよね。なんか僕らの感覚で、あのあんまり暴れてなかったじゃないですか。もうこうしてただけだからね。何をやってんのかなと思ってね、どんどんってもう行くな、どんどん、うん、誰も行けなかったじゃん、すぐ。俺は冷たいなと思ったら、ルールなんか吹っ飛んじゃってるから。結構回りましたね。そう、結構こうやってやってる間に、その今のそうですね、組織のことがあって、おそらくダイソーっていうのが告げられて、コーチがなんかここら辺に、それも審判の許可取ったんですよ。なんかね、いろいろ審判とこう、だからそんなことが今までほぼないから、審判も半分分かって分かる。でもまあ考えればまあ分かんないですけど、もうホームランって認めて、もうそこでいいじゃないですかね、そういう時に。でもやっぱ一応こうベース回らないと得点にならない。だから俺はホームランって得点じゃないからね。山口浩二、あいつが得点ない。まあでも後にも先にも まだないですよね。一応あれがあった時に、なんかテレビ局の人たちが調べたみたいで、過去に一人ありました、うん、ただその人は外国人でした、うん、打った瞬間になんか肉バラにしたかなんかで、サヨナラホームランって、で走れなかった人が一人いたらしいんだけど、うん、大臣なんで、あなたは日本人一号ですって言われた。ああ、そうなんだ。それもやっぱり大差が出るんですか。出たんだろうね。肉バラでやったら走るでしょ。いや、走れないかったんだろうな。俺もちょっと見てないからわかんないけど、俺も一応なんかさ、それこそ漫画じゃないけど、こうやってでも行かなきゃいけないかなと思ったもん。あれ、感覚で現状、打球を見てたんですよね。途中まで見ました。サードの頭ぐらいの感じでしょ、うん、頭っていうか角度が。感覚的には行った行かないぐらいまで。ツーベース。ああ、感覚としてはツーベース。ああ、フェンスの前にこう、まさかがバチンと当たるかぐらいで。で、延長戦あったから、うん、なんとか二塁までは、うん、行かなきゃいけないっていう気持ちしかなかった。あれ、滑ったのか、転んだ時に、はい。いや、結局ね、ちょっとオーバーラン気味に走ってるから。はいはいはい。当たり前だけど、はいはい、オーバーランでこう膨らんで走ってて、はい、でベース板のちょっと手前ぐらいで、で岩本のガンさんが一塁ゴーシャル、はい、あの人が入ったって言う、はいはいはい、でそこで分かったの、はい、ホームランでね、ホームラン、はい、でももう緩めること、その声も分かったんですか。それはもう近くだから、へえ、あ、じゃあこんな一生懸命走んなくていいなっていうのが、ホームランの走りがね、ちょっと緩めていいなっていう、なんかいろんなことパパパッとあったのに、そういう時にちょっと緩んだんだろうね。あのベース板回る瞬間ぐらい、ベース踏んだぐらい、踏んだぐらい聞こえたら踏む前、はいはい、でももう止まんないから、うん、でまあ角のあたりを、まあ、踏むじゃん、うん、そのあたりでちょっと緩めようと思った、うん、でついて次の足ぐらいだと思うんですよ。分かんないんだけど、だから地面がなくて、自分の感覚で言うと、自分がついてるはずなのに地面がなくて、うん、あれと思ったら転んでた。それはどう、本当は地面ついてるんですか。ついてたんだろうね。ついてたけど、もうその時点でもう切れちゃってた。切れたんですか。人体が切れたんですか。うん、抜群となんかこのお皿とこの頸骨ってこのすねの骨がパンと離れちゃった。当たり前ですけど、やっぱ痛かったですか。見てて分かったでしょ。痛そうだったでしょ。嬉しそうだった。でも痛い時にぐる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 なんか回転うわーってこう、意外と自打球とかはあのね、それができないぐらい痛いって分かる。じゃあ一つもう二つも、あ、でも本当こう抱えてましたね。こうなったりしたら痛い。このまだ痛くない角度を見つけてたのかっていうかね、あれ以上動かせなかった。一回で固まっちゃったからあれで動かなかった。
でまあねダイソーが走ったりするコースで、なんだろう、なんでしてくんねんだろうって、そればっかりあったと思って、それとあとね、むちゃくちゃ恥ずかしかった。やっぱ下がる方まで転ぶって、ね、そういうことって、そこが一番ちょっと照れくさいっていうか、何やってんだあいつはって言ってますよ。ここで本当。いや なった時は誰もそんな、まあ、ここまでなってると思わないじゃないですか。まあちょっとベースの前に捻挫かなとか、ちょっと打球見すぎて何なのかなとか、うん、ね、で結果聞いてみんなびっくりしたんですけど、何か怒ってますよ。褒めてくれてるんだ。褒めてないです。怒ってました。怒ってて、ね、僕ら行くぞ、いくらって触るなってなんかなって、そうそう、なんか僕らももう どうしたらいいのって、喜んでいいのか、なんか悲しんでいいのか、なんか全然わけでも、まあ嬉しかったですけどね、試合に勝ってたから。まあでもね、それもこれもね、今ちょっと長く話しましたけど、こんなことになったのはたけしのせいなんです。2点負けてて、その試合大鵬さんとたけしが同点ホームラン打つんですよ、1本ずつ打たなかったら俺の前に回ってきてないからね。その試合俺だってもう その日ね、まあまあ調子よくて2本ぐらいヒット打ってたから、もう負けてもいいやと思ってたの、うん、俺はいいから。あ、でも太郎さんに抱っこしまった最後ね。抱っこじゃないもん、うん、あれは短歌は誰だったの？知らないけど、なんでか知らないけど太郎だったからね。まあでも一番心配したのは本当太郎さんです。あ、そう、うん、太郎さんももうその野球どころじゃなくて、もう行こうと思ってたの。多分太郎さんが一番最初に行こうと思ってた。だから行ったと思う、単価に太鼓に行こう。でも単価レベルですよ。単価やでかい、こんぐらいだと思う。お父さんの背中だとかよく言うじゃん、それどこじゃないよね。あれ、おんぶされてる時はもういた、まだ痛いです。その時に初めて膝伸びたんだよ、クランとこうなる。ヒーローインタビューはどうしたんですか？で、裏行ってトレーナー室、昔のね、真裏があったでしょ。で、あそこにこう、足投げ出してこう座らされたって、うん、そしたらみるみる腫れてきたんだよ、膝とかあって。で結局太ももとふくらはぎに同じような関節がなくなったと思って、はい、これやっぱおかしいと思って、自分でも、まだ痛いですよ、こんな、まあ、伸ばしてる時痛くない。あ、痛くないですよ。もう感覚がない、麻痺してる、もうなんか足がないみたいな、みるみる腫れてきて、うん、もうお皿がねここにあった、まあ、要するにももの太さがドーンってね、うん、お皿がね外れちゃったんで、ここでここに上がって、ここにあるお皿がポンって上がっちゃって、それを支えてる、ここをつないでるやつが切れたんだ。これが上に上がったんだ。これがポンって上がって、ここにお皿があったら、これ皿だよなとかって思いながら、ここにあるやつが上に、気持ち悪いとか思いながら、でブーブーしてるし、腫れてきて、でどうした、救急車でどうするかなと思ってたら、俺 の担当のコーチが、こうやってきて、今から飲みとか言いそうやね、うん、ちょっと半分どもりながら、はいはい、行ったら明日に出れるわけです。ではははとかって笑ってたけど、もうそういう、うん、自分で分かったもん、うん、僕今までやったことがない、うん、その痛みだし、うん、感覚だから、これちょっとおかしいな。病院行ったんですか？行かないの。次の日に行けって言われて、飲みに行ったんですか？Every day。 家帰って何で帰ったんですか？タクシー、ケンケンしてね、優しくないよ昔は。え、寝れたんですか？だから伸ばしてると痛くない、もう感覚がないから。それこそその試合の途中で今中が連絡したの、うん、で明日2人で IC 台に予約されたから、はいはい、2人でタクシー乗って行ってこいって言われて、うん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 、そのくらいの程度やから、うん、言われたことに、うんうん、分かりましたって言って、まあ、昔はそういう感じですよね、うん、待ち合わせして、大変に行って、あいつで彼は普通の連鎖、はいはい、で、電子2週間とか何とかって出て、はい、で、この分はもう一回再検査、うん、再検査って何回検査したのかな、うん、あ、1日で、いや、1日っていうか、1日の中でも何回もしたし、ね、うん、だからもうその全治何とかとか言ってくんないから、はいはい、原因がまだあるの、うん、で、なんかすごい揉めてるのよ、先生たち、はいはいはい、こんなことはありえない、はいはいはい、いや、病院で嫌な言葉ですね、先生もね、これおかしいと、うん、どうなってんだろうな、うん、もう、で結局俺に言わずに球団にも言ったけど、うちの家内ね、
こういう状況になってるんだ。だからなんかがんの宣告じゃないけど、あ、知るぞって一緒に来てたんです。俺には言わなかったの。ああ、最終的に女房に言って、だから覚悟しといてくれと、もう野球とかいう話じゃないからって。奥さんの手は最初に聞いたわけですか。うん、それを後で俺は聞いたのね。でまあとりあえず手術でしょ。手術、手術、うん、でもまあだから2週間ぐらいかかっちゃって、結局手術するまでに。だ6月の中頃に怪我したんだけど、手術したの7月の頭。それはあれなんですか、やっぱりかなり難しいからですか。でそれを切れることはないっていうところから入っちゃってて、でも実際切れてるじゃないですか。だからでどういうふうにって手術したらいいかっていう、なんか前例がほぼなくて、うん、できれば野球もまだまだやらないで。それにあの本人が言ってないし、俺は変な話戻って優勝争いしてたから、うん、俺も出たかったし、うん、復帰してっていう。えじゃあ奥さんも言わなかったんですか。しばらく言わなかったよ、もちろん。で俺が9月の優勝争いからもう脱落して、うん、星野が辞めるとかっていう話になってるでしょ、うんうん、あの辺の時には聞いて、野球できませんって言われたんですか。いや、野球できないかもしれないって言われたよっていう。その時も手術終えてるんですか。もう終わってリハビリもやってて、まだ復帰に多少目処が立った頃だから、うん、言われても別に平気だった。本当に動けんかったらショックだったと思うけど、球団から電話入って、俺だから球団にどんどん電話を自分で入れてて、うん、いついつ復帰します、どうにかして、うん、日本シリーズで代打だけでいきますみたいなことどんどん喋ってたんだ、うん、そしたら9月 その負けた時に、うん、もういいわって電話かかってた。あ、球団からね、ゆっくりしよう、うんうんうん、でその電話来た時に初めて女房ですよ。あ、そう言われた。本当はこうだよ、だからあなた今年中に復帰は不可能だよって。でずっと入院してたんですか。4ヶ月にして。4ヶ月に、うん、健康なのね。そうね、だからここ以外は結局何にも痛くも痛くないから。いつ頃から歩けるようになったんですか。装具って分かる。あ、分かりました。はめてあれをつけて歩けるようになったのが手術して2ヶ月後ぐらい。そっからリハビリ開始ですか。いや、もうリハビリはね、術後1週間ぐらいでリハビリやるんですよ。ただやったことがあんまりない手術をしてるもんだから、うん、先生たちもちょっと、そうですよね、慎重になりますよね。だから、うん、本当に膝を曲げるこの何ていうのかな、うん、それをもうゆっくりだと、うんうん、急にやってまた切れちゃったら困る、うんうん、でそれが結構長くて、で長くて長くてやってると今度中でひっついてきちゃうの、癒着っつって、はい、で今度曲がらなくなってきちゃうのね、はいはいはい、お盆のあたりで90度まで膝曲がるようになったんだけど、うん、止まっちゃったの、うん、ガツッとロックしちゃう、うん、手でもギュッと曲げようとするんだけど、先生たちは、うん、もう痛くてしょうがないわけ。困り果てて、うん、これで野球できんだ、うん、全身麻酔して、うん、足を俺は知らないから、もう寝てるからね、うん、でもね、それやっておかげで今多少曲がる。やっぱ先生ですね、うん、え、目覚めたとき痛くなかったですか。痛くないだって、痛くなかった。何人でやったんですかね。よりね、あの自分で足にロープ引っ掛けられて、こうやってうつ伏せでこうやって後ろからこうやってやって、自分で膝曲げろとかいろんなことさせられたのね。先生ですか、ね、うん、俺がやると痛いって言うだろうって、はい、だから自分でやれよって、うん、自分のがいいもんって、まあ、怖いっすよね。嫌でしょ、そんなこと。こんなことするのどうしようか。それは全身麻酔でよかったですよ、本当にね。でそれで次の年の丸々1年ぐらいですか。それで7月に手術して11月に退院して、うん、まあ奥じゃん、もう、うん、で奥からまあリハビリとかしてたんだけど、うん、で結局キャンプになった時にはもう当たり前のように入院した。あ、キャンプは参加できた。キャンプに一応行った、うん、だけど、まあ、リハビリ組だよね。どうも YouTuber です。当時島の方で、うんうん、山の方で沖縄ですか。そうそう、で俺たちはこう山登ったりとか。え、これ新聞ってやってましたか。やってたやつか。はい、2軍がやってたんですか。でそこでまあやってて、まあ、なんだ、たまにキャッチボールしたり、たまにトスバッティングしたり、ティーをちょっと、まあ、リハビリの延長ですねぐらいの程度で、うん、それでまあキャンプが終わってシーズンに入ってるんだけど、うん、まあ2軍で4月かなんかに代打かなんかに出た時に打てたんだよ、うん、走れたっす。ただその後だから走れないんですよ。怖くて、しっかり怖くて、やっぱ怖いんだろうね、うん、痛くはないです。痛くはないんだけど、自分の中でちょっとこうなんか残ってんだ。だから打てるけど、なんとなく走塁の方が少し不安、ね、あ、それでああいう走り方になったんですね、最終的に。いや、もともとそうだけど、ね、そうですね
だけど、それで、まだ、それこそ石川高いと比べちゃいかんけど、うん、ちょっとしか出てないのに、うん、で、一応呼ばれたのさ、4月に。うん、まあもちろん代打しか行ってないんで、初打席でライト前ヒット行って、うん、で、まあなんかその時は、もうすごいね、なんかこう、ああ、わかります。じゃあ、一塁の打席で、ね、お客さんも名古屋球場に行って。で、ダイソーですか？もちろん。で、その年は何打席か。すごいですね、走れなくて一軍に上がれたんですね。打てると思われたんだ、まあ、でも打てんかったやっぱり。あ、そうですか。そのヒットともう1本しか打てなかった。で、数打席経ったけど、たった2本だから、やっぱ無理だなって言って、もうちょっと来たいところで、うん、で、その年半分ぐらいで、うん、まあ一生懸命練習したりして、戻って初めてちゃんと守れて、2年くらいかかったね。で、それ、怪我して復帰して、盗塁できました？サインが出るんだ、盗塁がね。でもその年にカムバックしてもらったんですよね。俺94年だから次の次の次の次、うん、ちょっと規定が分かんなくて何で好きだったですよね。ちょっとねカムバックしてもらったんですけど、まあなんかもらったなという記憶があったんですけど、もうほぼ試合に出たわけですよね。100試合以上出たんだね。規定打席もあって1万ですか？いやもういい時は5番とか打ってて、 あと6とか7とか。だからそれこそ 10.8 の年やん。まあ、はいはい。だけど9、8番って、うん、俺その前だったじゃん。いや、知らないです。7番さ。7番だよ。7番だよ。まあ 10.8 の話だと清水がいて、で、顧問で、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 つまり、最高。サウエル。サウエルが、どうか。で、清水。だその辺打つ、だ下の方が多かった。1、2番とかはもう彼らが打ったから。僕はもう絶対に一番のイメージしかないですけどね。あ、だから自分でもよく分からなかったです。カムバック賞もらってからはもう普通にできたわけですか？それが4年でしょ。だから93年の途中ぐらいからできるようになってきて、まあまあいけるかなって。90年、で94年もやっぱり結局変なんですよ。春先すっげえ動いてからとか、うん、一瞬中打者みたいになる、うんうん、結局持続できなくて、うん、最終的に280ぐらいになったのかな、うん、でもまあ 10.8 だったし、うんまあ、なんかいい年をやったりし、うん、でさあ95年って言った時にアリゾナに行ったんだよね、うんうん、行ったし、うんうん、どうもね、まあアリゾナがいかんとは言わんけど、うん、なんか変な感じで、そのキャンプも変っていうと体が変、うん、自分も、はあ、まあ合わない、気持ちも多分わついとったのもあると思うよ、はあ、なんかカムバックできたしみたいなのもあったかもしれないけど、やっぱ体は正直で疲れっていうか、なんか無理したとか、うん、結局なんか体のキレが悪いとか、うん、そういうのもあったのか、うん、なんか思うに全然できなかった、うん、シーズン通してもね、うん、キャンプから変な感じだった、なんか変だったね、はあ、だってなんであそこに行ったのか僕も不思議でしょうがないです。アリゾナになんでっての人たら、あれじゃないの、いや行く必要なかったですよね、うん、あんまり、あんな時間かけてね。思い出とかある？アリゾナの。そんな全くないっすね。多分練習して、部屋帰って、練習して、部屋帰って、繰り返してたよね。早く終わんねえかな。2週間ぐらいですか？そうそうそう。俺いやもう行きの飛行機ではもう僕ダメだったんですよ。なぜここに来んのかな。でもメジャーも一緒にキャンプやるから、そうそうそう、まあ、そういうのが何か目的が何かあったのかどうか分かんないですけど、星野さんの時はフロリダでしょ、ジェルビッチ。あの時もなんか変な感じだったんですけど、監督は星野さんだったんですね。ただあれってもう完全にそのロジャースの人もさ、ですよね、いたからさ、ね、ビッグネームいない人もいたから、うん、なんか同じ中でちゃんと一緒にやってる感がちょっとあった。一緒にやろうっていう感じだったんですか、ね、あったでしょ。そんなにああなるほどなみたいなことは思えたけど、まあ、まだ年齢も若かったし興味はあったのもあったです。アリゾナはちょっと気候的にもね、寒い暑い、いちいちね寒い暑いが来たから、ね、ちょっと体調ね崩したやつが結構いましたけどね。なんか鶴田が壊れたイメージしかないの。まあでも本当に海外もいいんでしょうけど、あんまり野球してる感覚はなぜかないですね、うん、なんでだろう。それは僕も思います。ボワッとするっていうか、好きな人は好きなんだろうけどね、うん、うん、いいでしょうね。まあ沖縄だのその宮崎だの、まあ、俺らたちで言うと確か浜松だの、うん、そういうところがキャンプしてる感じかな、うん、感じはあった、まあ、やっぱりなんか日本でやってるとちょっとなんか安心感ありますよ、あるね。なんかあった時にもう海外ね行った時にはもう逃げれないじゃん、あの置いてかれるとか、ね、だって
アリゾナとオーストラリアも、ああゴールゴールですね、やっぱし、あそこまださ周りのお店とかも日本人結構いるじゃん。でも暑いっていうか、もう最後気温が40度ぐらい超えてあった時に、僕あの時2時間ぐらい特集受けてて、昼間に、いや何しろ昼間が特集です、昼間ちょっと休んでたんです、休みにしたでしょ、暑くて、でもね40度でなんか鳥肌立ったんですよ、寒くて。ああ分かるような気がする、それ、あの暑いを通り越して、そう、なんかもう失神する、ちょっと、でもまだやらされてましたもんね、もちろんね、もちろんもちろん、結構きつかったですよね、背中にね、なんか甘い日光のあれが強すぎて、うん、みんな脱いで背番号とか日焼けになっちゃって、ね、あれはちょっと、てかロッカーがなかったでしょ、はい、トレーナーのなんか倉庫みたいなところに、で、そうそうそう、クラーはないし、コンテナみたいなところね、そうそうそうここで着替えるとか、いやあれはでも今考えるとよくできましたね、死ぬよあれ、ね、うるさって僕あの時1回だけインチキして、なんかこんなサンドバッグみたいな中日ドラゴンズで不思議な道具が結構あったじゃないですか、覚えてないですか、スライディング練習、ああ分かった分かった、引っ掛けるそれに引っ込め、それがなんかおかしくなって乱闘の練習乱闘の練習があって、僕これ面白いんですよ、こうキャッチャーして、まあ、当たった過程 でバッターがピッチャーのところに行って、僕そこからダッシュしてそのサンドバッグを使って、ああ生かさないでね、生かさないで捕まえるときに、うん、突き指したんですよ、サンドバッグで突き指、うん、まあまあできないことはちょっと腫れてきて熱くて、そのやったねんわと思った時に、まあレントゲン取りに行こうと、あの、まあ伊藤中トレーナーにちょっと休みだからレントゲンお願いしますね、監督とかに言ったらすごい伊藤先生怒られて、何をやらすんだお前ら、どうのこうのって何の練習やってたんだって、いやそこ向かったからタックルの練習どう、もうそれでよしってなってね、ね監督が結構詳しかったから、うん、何々の何ここに行ってこいって、ああ、はい、オーストラリアね、な家なんですよ、どう考えても病院じゃなくて、病院じゃなくて家なんですよ、一戸建てなんですよ、まあ住宅地になったんで、ね、いや行ったことない、ここでいいんだろうな、どうもこうもっててね、こうもっつったら本当に家の中病院みたいになってて、うん、レントゲン撮ってもらって、もう30分ぐらいで終わったんですけど、もう練習したくないじゃないですか、うん、でそのまま伊藤先生とブラ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 してて4時間ぐらいサボったんですよ、もうさすがに誰もいないだろうなってまだ言ってましたけどね、結局折れてなかった、全然折れてない、折れてないでしょ、もう折れたの聞いたことないもんね、でもその練習でよしって言ってこいっていうね監督もなんか面白いですよね、あれなんか普通の野球の技術練習やってたらすごい、俺のさんって技術とかあんまり気にしないよね、うんうん、まあ、もちろん上手い人のが好きなんだろうけど、うん、やる気があって元気が良くてなんかもう常にこうかっていう人だったらまあ OK じゃん、半分乱闘の練習してましたって言ってね、もう何かもう嘘ついたらもう顔見たら嘘つけないんで、うん、そのまま、ね、まあ、トレーナーもいたんですけど、嘘じゃないんですよ、本当にその練習したんですよ、僕乱闘のスライディング練習からなぜか乱闘の止める練習になってる、ものすごい勢いでいるんですよ、いや、パンツ噛んで、あの宮下のことがあるからな、あの時怒られたもんね、本当ね、もうこの世からもういなくなると思ってたからです、まあでもあれがあったからね、うん、あれはすごいプロ野球に入ってものすごい勉強になった一日だったんです、宮下さんは大変申し訳ないですけど、あいつの普通にこうやって殴られるんだよ、でもあれ、まあ、どっかであれ本当は前の日から作戦練ってたんですよ、僕と宮下さん、前の日からちょっとなんかあったんですよ、いざこざが、そういうチャンスが来たらもう目がけていくぞって分かりましたんで、あの前本当はわざわざもう一回呼ばれてるんですよ、前に行くからなってで、お前はもうちょっと外寄り構えとけよってなるので、まあ本当に来たんですよ、で僕ボール開いてそれは宮下さんとしては絶対止めてくれるもんだと思ってるから安心してね、そうもうまあそういうね、でもましてでも黒巻があそこまで来るとは思ってないでしょ、うん、でもねすごい、俺はそれこそセンターは思ってるじゃん、うん、まあ、当然間に合わないよね、あんな間に合わない、
そうって感じだからね、うん、行った時にはもうこうやってこうやって星野さん、郷さんに顔見てこうやってやってたらね、あんなになると思わなかったですね、うん、まああそこの乱闘もすごかったです。僕はホテル帰ってからの乱闘もすごかったですからね、あの時は。その日は、はい、みんなに囲まれましたから、コーチ陣もあの当時のコーチ陣にもうみんなに言われました。うわ、もう第一声はお前ユニフォーム持ってこいって言われました何をやってんだ、クソーってみんなで言わーってなって、なんか最後の担当コーチも怒られてましたけどね、なんか知らないけどそこが怒られるとまた来るよ、そう余計にね。ブンブンハロー YouTube。 今の野球とその当時の野球、何がこう変わってきたのかな。何違うんだ、まず道具から、道具は何変わりましたかね。まあ僕はキャッチャー道具は良くなったんですよね。まあでこういうなんだよね、まあ、今ものすごくバッターボックス行くまでにいろんなセットをしなきゃいけないでしょ。ここね、うんうん、もちろん、うん、それこそ我々が入る前までは耳がないヘルメットぐらいの時代の時もあって、で耳がついて、それこそ俺たちがやってる途中ぐらいから肘当てぐらいあったのかな、うん、でもまあほとんどしてなかったから、ちょっと違和感ね、当時慣れてなかった。で足のはつけてないよね、うん、足のいわゆるちょっと違和感ね、で今もう当たり前のようにそれ今も強制ですもんね、うん、まあでもあれはどうだ、やっぱ正解だと思う、怪我がなくなるから。でも俺いつも思うんだけど、テレビとか現場で見てて、足なんで内側にしないの、内に当たるの。まあそうですね、ここにつけてないの、どっちかっていうと。ファッションで、ここ空いててここに当たって痛がってんじゃん、うん、ここにつけとるよまあまあまあ内側痛いですよね、ふくらはぎたまらん、ね、普通に時代で言うと近いか、まあつま先とかこの辺に当たる、せいぜい親指までですよね、がもうぐるっと全部あるよね。まず外が当たることはまずないですよ、ね、なんで外にしてるかな外にしてるか、外側にこうデッドボールじゃないですか、デッドボールまあそれはないで、まあそうですね、そう考えると、でまあ足はそう思う、ね、ただやっぱりそういうのが増えたの当然、うん、あと俺はそうだったかもしれないけど、手袋も必ずしてるの、うん、ほぼ今の選手って手袋しなかったですね。俺は素手なんで手袋して、それもまた後ほど聞きましょう。はい、うん、だからなんだろうな、あとグローブなんかもやっぱりだんだん皮が良くなってきてるのわかんないけど、キャッチャー見てもさ、多分そうかな、すぐ使えるんです。使える昔って結構時間かけてグローブの型を作るっていうか、それが楽しい時もあったんですよね、うん、で今はやっぱそうは1週間もかかる。今はもうね、メーカーさんが型つけてから渡してくれますからね、うん、前もってもう昔はキャッチャー見てもそれこそもうね、もう足でやらないと曲がらないぐらいもうキャッチャーさせるね、うん、今本当3日で使えます。あ、そう、ただ持ちはねちょっとやっぱりすぐ痛むよね。やっぱり皮のせいか、皮がいい悪いじゃなくてちょっと薄く、まあ柔らかいあれを、うん、乾燥の仕方とかいろんな、うん、その皮を使う部位とかいろんな研究で、確かにキャッチャー見ても3日ぐらいで使う、ね、っていうことはやっぱり我々が使ってたその外野とか内野とか、うん、そのグラブで、まあ大きさがその日でも使えるんじゃないかぐらい柔らかくなる、うん、でもね、やっぱり本当の形はできないですね。まあまあね、結構崩れやすいというか、昔はもう1個できたら、まあ、1年か1年半ぐらい持つじゃないですか、うん、大事に使えば、まあ、まあそう感じはやっぱりね、グラブも全然、まあ、いいのかね、そこは悪いのか分かんないですけど、だけど今の選手って、そういうグラブのケース持ったんですよ、ね、こうなんかね、お店に売ってるみたいですね、なんかね、すごいでしょ、すごい。コーチになった時に、ね、初めてその遠征の時の荷物差し見た時に、なんでだよ、どこに引っ越しするのっていうぐらい人に持って、いや今すごいですよ荷物差しでしょ。まあ野手はまだねギリギリ分かりますよ、こんな本当に家出ですよ、うん、なんかね、カッツピッチャーがピッチャーであのシャツとグローブとスパイラルでいいんじゃないのかなと思う、何を入れてんのかなと昔ってこんなバッグと、まあね、まあちょっと、ね、2回か5日ぐらい金だったら、うん、コロコロっていう、うん、キャリーのやつ持ってくらいなんでさ、それこそ道具なんて今ね多分運んでもらってますよね。グローブのケースがすごいなと思う、化粧、女の人の化粧のなんかこういうのあるじゃん、うん、ジュラルミンケースもしかしたらそれ持って歩いてんかなって最初いやでもあれメーカーさんがそうしてくれてきてるんですかね、宣伝かなんかかもしれんね、うん、
で、みんなリュックでしょ。みんなリュック、リュックにガラガラ2つね。あれ焼肉格好なんだよね、今普通の。でも今のまあ荷物だし、まあやね、昔とと今のあれは全然荷物だし違いますよね。昔は年出されたら発狂してる。いやもう怒られても集合ですよね。道具の進化も伴って今みたいな、その保管するものもね、ずいぶん変わってきてるし、ね、あとはやっぱりまあ一番はボールですよね。だろうね。ね、昔飛ばなかったですもんね、ある程度ちゃんと打たない、まあ、このボールの進化っていうんですかね、ボールの影響はやっぱり、まあ、投げる方も打つ方もね、これは随分違いますよね、やっぱ野球変えますもんね、変える、ね、うん、バッターもね、いくらちょっと飛ばなくなったけど、昔に比べればね、全然今でも飛ぶし、昔の雨降った時も、なんか全然ボール飛ばないし、重いし、まあ、バットも違うんだと思うよ。素材的なものも含めて我々の頃でタモっていうものがまだ取れた時代だから、タモを使ってたと思うんだけど、まあ言い方だけど悪いタモだ、いいタモは違うとか言っちゃうよね、違う選手も言っちゃう、名選手もね、だからそうなっていて、それが例えばホワイトアッシュだとかメイプルだとか変わってきてて、それがまあ使ったことがないので、あんまりメイプルないですか。メイプルないのよ。ホワイトアッシュをちょっと使ってみたことがあるくらい。それは残念ですね。硬いんでしょ。はい、もうメープルにもっと早く出会えたら、あ、折れない、こん、いや勝手に飛びます、勝手に飛ぶ。いやタモっていうのはやっぱり、やばい、使い方も大事だし、ある程度当たらないとなんか飛ばないんですけど、もう メープル君はもうどこに当たってももうちょっと力あれば飛びます、キャーってなってる、もう勝手に、だってこの弾くっすね。まあ今のメイプルはまたちょっと違うかもわかんないですけど、僕らはちょうどメイプルの変わった時ぐらい、僕は中日から横浜に行ったぐらいの時代なんで、初めてタモが取れないから、ちょっとこういうのも練習して、でまあ一応両方もらってたんですけど、メイプルってなんかこれいいなと思って、ね、初めて試合使って横浜でポンって、あ、センターフライだと思って、ああって見たらそれが入っちゃったんですよね、スタンドに。はい、打感はもうセンターぐらいなんですよ。風も別になかったし、本当バックスイングちょっとこう、結構だなと思って、で、まあ、その時からバットがあってボールも飛ぶって言われるようになって、それ打っちゃったからもう怖くなっちゃって、守ってる時にどう打てんじゃない、そう打たなきゃよかったと思って、こんな飛ぶんだ、そう、これはまずいぞって、もう打ったことなんてもうどうでもいいので、打たれないようにするのが ね、手段も、いや、これちょっとやばいな、今年のボールとかバットとかね、もうそれでもう、いや、もうあいつ、メイク使って、もうみんなホームラン打たれると思ったの、あれでホームラン入っちゃいけないって、自分の感覚があったから、まして横浜ですね、狭いし、いやー、ちょっと参りましたね、いや、俺もメイクに出会いたかった、いや、もう、逆にね、どうなんですか、ヒコンさんの使い方って、やっぱり。感覚的には当てる方なんですか。俺は知っての通りちょっと変則的な打ち方してたから、うん、あの捕まえたいのボールをギュッて、どちら前も言ってたの、右でしょ、右手で打ってる意識がすごく強く、左手はもう添えてるっていうか、間違ったところに行かないだけに方向を示してるだけで、極端に言ったら右手でパンって言ってるイメージだ。これ今話してるのね、ちょっと質問にあったんですけど、ここの話の流れで言っていいですか。あ、どうぞ。はい、あれなんで話すんですか、まず。これ生まれた時からですね。生まれてくる時はね、多分ね、絡めてたと思う。いや、本当にね、多分高校時代とかはつけてたと思う。金属バットですね。金属バットもちろんつけてたと思う。本当ですか、こう、まあ、多分、で、プロに入って、まあ、まだ、たけしがまだプロに来てないけど、1年目、2年目ってあったでしょ、俺、あの、1年目って言ってたら、何を思ったのか、980g ぐらいの、86か7センチぐらいの、こんな細長い、ホームランバッターがいつもバント使ってたの、で、全然さ、振り遅れちゃうわけ。で、バット選びにもう試行錯誤してて、それこそタケシが入ってきた時に初めて今の形ってか俺が使ったバットに、じゃあグリップもタイカップそうそう、あれにしたのがあの年かな、
それまで試行錯誤を繰り返して、でその時に何をやってたかっていうと、一番下手くそだったのはタイミング振り方、うん、でまあ、最終的には最後まであんまうまくなかったけど、でもいろんな人のモノマネをこう、うん、させてもらってとか、うん、自己流でやっていく中で、うん、どれが一番合うんだろう、うん、合うんだろうってやりながら、ちょっとあったなって1回2回打てることあるじゃん、うん、けど結局続けたら全然うん、うん、ってやっぱ無理、じゃあ今度また違う選手っていう、うん、で最終的に巡り合ったのが巨人の吉村さん、うん、もうたまたまベンチから三塁ベンチから吉村さんが左バッターにちょうどこう見える、うん、あの人二度引きなんだ、うんうん、こうやって構えてちょっと一回引いて、うん、でそこからこうやってポンって打つっていう、あれ見てた時に、まあ、体格もそんなに変わらないし、うん、当時、うん、ホームランも打つし勝負するし、これでちょっとやってみようかなって構えててちょっと引いて、うんうん、こうやってやるような動作をちょっとオリジナルだけど、うん、やりだしたら二度引きの中の2回目引く時にヒッチするようになっちゃった、うんうん、ヒッチしたら、うん、こういう動きですね、下から上げてるものを一回下げて、うん、もう一回上げていく、うん、その時に右手が離れるようになっちゃう、うん、あ、ここで握り返しちゃう、うん、こう下げて上げる時に、うん、最初はついてるんですよ、うん、構えてる、うん、ここの感触はあるので、うん、で、ちょんって引いて多分この辺がちょっとずつ緩んでくるんだと思うんだけど、こうやってやった時に多分もうこうやって、うん、こっちの手から少し甘くなって、うんうんうん、握り返して打ちに行った時に多分これぐらい空いてるかな、うんうん、こんなに空いてないじゃん、あいつだってあったらバッターじゃんって。でそれはハマったわけですよね、うん、でこれをやったらタイミング合うようになった、意識して話すわけじゃない、勝手に、ね、離れたことを直そうとしなかったって言った方がいいのかな、まあ違和感は直ったんですよね、うん、で一番最初に言われたのが落合さん、お前なんでって話言ってんだって言われて初め、うん、それはダメだって言われた、それは飛ばねえから、うんうん、確かに飛ばないよな、つけて打てって言われて、はいって、まあ、言われたらね、なんかの人だから、うん、やってみたんだけど、試合でもいや、まず練習でね、うん、離れていくわけだ、ああ、分かるだから、つけて打て、打てだろうとかって言われてできないから、ちょっとこいつってテープで巻かれてテーピングで、うん、こうやって運転に、なんかそこからなんか悪くなったらしいですよ、まあ、今なんちゃうんですけど本当ですか、うん、ね、でやってみたけど、うん、タイミングが取れないんです、結局で当たるのは当たるでしょ、触れるよ、それ、うんうん、触れるけど、こういう動かし方でタイミング取ってる人が、うんうんうん、できないと、これができなくなっちゃうんだよ、なんかぎこちないっていうのは、ここでグッと入るんですかね、じゃあこうやってやって、ここでここが欲しいんですよね、バッていうのが、いわゆるポップの人ね、うん、おいで、お客さん見るに行かれて、もういいわって話になって、じゃあ、もう本当に最後の最後まで無意識に、無意識です、無意識、ただこっから構えることないですか、ない、あ、それこそ、話して打ってるなっていうのが結構周りに止まってから意識するようになっちゃったわけ、うん、俺話してみてんだって、で自分の中の離れ具合で調子の良し悪いってから分かるようになって、あんまり離れてよくないんだな、僕でも一回ね、その話聞いて、まあ、僕も練習レベルですけど、やったら、確かにね、ミート力が上がるんですよ、ボールに対しての、カンってくるよね、ただ、バンっていう力感はないですけど、本当、ボール、ミート力が上がるんですよ、一回だけ、ランナー2塁にいるときに、その戦法使ったんですよ、試合で、はい、ヒット打っちゃった、ランナー2塁だから、はい、ちょっと違和感あったよ、その時僕、ちょっと最初、こう開けてたんですよ、これ難しい、ちょっとこう開けて、こう構えてて。たまたまいい当たりじゃなくてヒットが出て、じゃあこれランナーセカンドサードの時これやろうと、まあまあその長続きはしないでしょ、でもまあやってみると意外とやってみたらなんかここが視点になって、まあ、ね、これをずらしちゃうと全然ダメなの、左手はずれないね、うん、ある程度は視点になるとかね、動かして止めてこっちで打てるから、うん、ちょっとスイングレベルにはちょっとね違和感はあるけど、ボールは当たって強い打球は結構芯に当たる率だったから、うん、だからあれですね、高めの速いボールだとか、うん、少々このピッチャー速いよっていうのは全然悔いになる、うん、ガーッいけますもんね、絶対ヘッドは負けない自信があったから、うんうん、ただ気をつけなきゃいけないのは変化球を低めに集めてくるピッチャーの時に引っ掛けちゃうから、
そこだけちょっと右手を返さない我慢を少しだけして、なんとか上にこましてる。あんまりヒコンさんのこうで泳ぐことあんまりないですよね。ちょっと半泳ぎぐらいが多いんですよ。粘りはあるけど、わって今でも何を隠そう、今の監督だってね、うん、調子悪くなってね、うん、いや、あ、彼はもう、うん、あえてやってたから。カツアミは分かるんですよ。ここでこうちょっと緩めてやると、まあ、これぐらいありますよね。でパチーンってここの意識だけはすごく強い。でもそれはさっき冒頭で野球塾ね、うん、子供たちが当てて言うんですか。子供にそれこそ全くまだバット取れませんとか、うん、っていう子がいたとしたら、うん、練習でやらせて。あ、いいかもわかんないですね。ちょっとヘッドがどうしてもこう下がっちゃうとか、うん、出てこないとかっていうと結構いるでしょ。ってことは練習方法でちょっと取り入れても。あ、これはですね、俺はあの推奨までしないけど、うん、全然やってもいいと思うし、たださっき大崎さんが言った通り、うん、飛ばないよ、うん、遠心力っていうところは使えないから。ただ今あの軟式のバットとかすっげえ飛ぶから、ある意味所詮はないと飛ぶかもしれないけど、このヘッドの操作はすごくしやすい。わかりますね、なんかね。で多分たけしも 俺もそうだけど、すごくこのここら辺の練習っていうのむちゃくちゃティーバッティングとかにして感覚がすごく長けてるから、うんうんうん、だからここら辺をうまいこと伝える人って話しても全然打ちやすいよね。まあここでもね、あの僕は当時入団した時に、その彦の先輩のバットを僕はまあお金がなかったのでちょっといただいてたわけです。これ使ってみって、まあそれがなかなか自分でもあって、ね、結構まあもうもらえてた道具がもらえてましたもんね。3年目からね、それこそ大使入った時から道具契約だりしたもん、ね、まあ球団からは年間これ使いなさい、バットミットっていうのは支給はあるんですけど、まあ年間通してはおっつかないので、バットがいいとか悪いというそういうレベルじゃなくて、もう本数が絶対に足りないので、道具をねスポンサーついてる先輩方からお願いします、バットありませんって、まあもらうわけです。その中でも僕はヒコンさんの、僕も初めてだったんですよ。ヒコンさんのバットのレクチャー、まあ、タイカップって言うんですけど、ちょっと丸くなってる、ちょっと握りやすいんですよ。そこに出会ってバットをいただいて、そこのメーカーさんにもね、口封じして、じゃあまあ道具だけならいいですよっていうね、ことを、だってね、抑えもらったんです、はい、今の選手もそうやってバットとか今はみんな持ってる。今多分アマチュア時代からもしかしたらもらってるんじゃないですか。まあメーカーさんもね、まあ、宣伝じゃないですけど、やっぱり使ってほしいっていうのがね、あるので、まあ、昔は本当にね、普通に買ってましたもんね。2軍の頃で、まあ、ドラフト1位とかはちょっとごめんなさい、もしかしたらもらってたかもしれないけど、もらってた。もらってない。でもあの、我々の頃は安く買って。買わしてたんですか。値引き定価ではなくて、例えば 70% オフみたいな、うん、だけど我々給料が少ないんですから、バット注文できないんでね、うん、給料なくなっちゃうみたいな。でさっき田口も言ったみたいに球団支給っていうのがあって、うん、30本ぐらい持ってくるんだな、うん、2軍の球場に。で先輩から持ってくるんだよね、こうやって1本で余ってもバランスも音もなんだこれみたいな、ポンポンみたいなやつばっかり持ってくるんだけど、うん、それを俺たちがこう2本ずつもらってとか、自分の形なんかほぼないもんね。そのバットとミットが2個と、あとスパイクが2足だったんですよね、うん、当時なんかそういうのが球団から、まあスパイク2足もね、本当になかなか毎日野球やるんで、ね、まあ先輩とかもらわないと、なかなかね。だから今の子たちは多分そういう子っていうか、選手たちは当然のようにそれが当たり前の時代になって、もうネームもバーンと入ってますからね。なんとかモデルをもう、例えばアマチュア時代から使ってるでしょ、おそらく、うん、その辺のやつ、いわゆる市販のね、うん、普通のグラブ使ってる人ってあんまり聞かないんで、小学校の子でもなんとかモデルですとかっていうぐらいだから、うん、でも昔は野球道具のメーカーさんもそんなに今みたいな数なかったですもんね。もう決まったところしかほぼなくて、うん、今もうたくさんありすぎるので、あれはまだあの小西さんが認めてるとこが野球で使えるわけで、まだいっぱいあるんですよ、メーカーは。でそこは、ね、あのコミッション通ってないので、まだ使ったらダメですよっていう、まあ、メーカーはね、めちゃめちゃありますよね。サンキュー。高校時代、河野さんは工藤さんと対戦をされて
工藤公康さん、懐かしい話ですね、はいはい、で、あの日本シリーズで、はい、工藤さんからホームランも打ちましたね、打ってらっしゃる、ただまあそれ1本だけなんですけどね高校の時からやっぱ工藤さんっていうのはカーブっていうのがすごかった、まあそれこそ名古屋でっていうか愛知県で、その当時の高校野球になると牧原さんの方が早かったかもしれないんですけど、牧原さんもいわゆるそんなに有名でも何でもなくて、まあ、当時絶対的に強かった中京高校の打線を完封したら、まあ、っていうので一躍こう有名になったんですよ、うん、であそこのピッチャーがとんでもなく球が速いっていうところで、まあ、スピード感とかない人なんでどれぐらい出てるかは分かんないけど速いで、名電の工藤公康さんはカーブがすごいとっていう、まあこの2人がもうなんだろうな、超有名なピッチャーで、我々の高校もまあそこそこ強かったんで大会の上の方に当たるんですけど、初めて当たった時に4打席立たせてもらって2個3指名したんですね。で全く打てなかった工藤さん、工藤さん、はい、で初めて見るカーブだった、うん、確かに一回浮いてから落ちてくるみたいな気がするような、うん、こんなに溜まって曲がるのかな、うん、で厄介なことにあんまり球も速いんですよ、うん、綺麗なすごく滑らかなフォームだけど球筋がすごいいい方針で、うん、綺麗なまっすぐな240で出てるんだと思うんですよ、この人すげえなとは思いました最初。ただそこからですよ、もう意地になってカーブしかもう打つしかない、でそれからアウトになって2回しかなかったですね、まあ、あと2回しかやった試合してないけど、もちろんカーブ打ったんですか。カーブをね、次の試合にカーブを3打数3安打したんです。おカーブ、カーブしかも狙ってない。それから 最後の試合の時にフォアボールばっかりになって、夏の決勝戦だったもんだから、うん、まあ周りの人から言えばお前との勝負されるんだろうって言うんだけど、うん、まあ、とりあえず3回続けてフォアボール打ってて、うん、1回打ち取られて、で最後はまあその時はまっすぐ行ったんだけど、うん、まあ向こうとしたら打たれた記憶の方が強かったかもしれない、まあ、ね、まあ、あんまり多分打たれたことないでしょうね、工藤さん自体はね。そうですね、だからってそれは印象に残ってるし、ね、うん、槙原さんもあるんですか。槙原さんも1試合だけね、うん、1試合ちょっと4打席です、4打席で4打数2安打でした、ね、まあ、早かったです、早かったですね。あの人のが投げるっていうことで、当時愛知県の予選って準々決勝から名古屋球場使ってもらったんです、うん、本来こんなことはないんですけど、槙原さんが投げるからスピードガン出したの、うんうん、特別に、うんうん、だからずっと150から151人ぐらいでしょ、昼間、名古屋球場の昼間で、それやっぱ早いですよ。ただね、コントロールがあんま良くなったのと、良くないっていうか甘くくるんですか。いや、ボールが散らばって、高い低いとか、うん、もうとりあえず目いっぱい投げる、まあまあ、なかなかしょうがないですね、うん、スピードピッチャーで、あと変化球がなくて、うん、緩いカーブをたまに投げるぐらいしかなかったのが、まあ槙原さんの、まあ、勝てなかった、うん、愛知県でね、要因かもしれない。ただとりあえず球は速い、うん、で、まあ最初も立った時にもうキャッチャー見て入るくらいの時に打ってたり、うんうんうん、でもだんだん4回も打ってるとだんだん向こうもバテてくるのと、うん、こっちも慣れてくるので、でだんだんこう最初ファーストゴロ、次セカンドゴロ、センター前、センターオーバーみたいな結果なんですけど、最後のはちょっと当たりました。ブンブンハロー YouTube。 当時中京高校にはどなたさん、紀藤さん、ああその時はだから僕らが2年生の時はまだ1年生ですから、彼ら、うん、あ1個下すぎる、うん、だからまだそこのメンツの中には入ってきてないんですよ。すごいですね、愛知県は。そうだね、たくさんいましたね、プロ野球になる人なんか5年間ぐらいで、だから、うん、今言ったお二人でしょ、ね、うちの先輩がいて、あと、まあ、名店当時だと今審判やれる中村君さんがいて、うん、で、俺と同級生の高橋正がいたんで、まあ、名店が強いよね、うん、宗教が演奏したが、うん、野中と紀藤がいて、で、後方に山田さんがいて、うん、上には藤尾さんとか藤尾がいて、まあ、全国レベルですよね、まあ、そうだね、うん、そこいわゆるプレーとしてもそこに、なんか我々が、まあ、大阪とかね、うん、なんかって、まあ、その辺から愛知っていうね、こうやって高校野球も出てきたような気はしますね。広志です。
今監督やられてる立浪監督入団してすぐ試合に出られたじゃないですか、うん、やっぱり入ってきた当時から違ってたんですよ。よく覚えてます。最初の記憶とかあんまりないんですけど、ただ俺6年目でしょ、うん、で宇野さんがいたんですよ、うん、勝負で、まあ、皆さんどういう風に感じてるか分かりませんが、俺はあの人はうまいと思って、うん、うまいと思ってた、うまいと思って後ろから見てて、やっぱりなんかテクニックやるけど、うん、動きはね、うん、だけど無駄な動きもしないし、うん、難しいだけしっかり追いつくし、肩も強いし打つし、ね、やっぱすごいなっていう印象だったのが宇野さんをぼかすって話になったわけですよ、うんうん、まあ多分武志も思ったと思うけど、えっと思うんだよね。で、まあ僕、まあ、まあそれどころじゃないですよね。そうだね。まあ僕中尾さんっていう、ね、人がいたので、中尾さんもどういたけど、そうそう、とんでもない話ですよね。うん、なんで、なんか宇野さん、なんかしましたかね。なんもしてないと思うんだよ。ただ、まあ俺は星野さんとそこの脱線になんで使ったんですかって話をしたことがないのか分からないけど、ただ俺の見たね、立浪を初めてその守備練習を見たら、後ろ姿が。うん、やっぱり宇野さんがこれぐらいやったらこれぐらいやったら、うん、スピード感としたらこの縦の動きが強かったですね。確かにものすごいやっぱり瞬発系がすごい強くて、うんうん、そこはやっぱすごかったです。みんなこれなんかちょっとまだ考えると大体ダッシュ力があるので普通にとって普通にアウトしてますね。まあ横の動きは普通ぐらいですけど、縦の動きもものすごい強かった。ものすごく機敏というか、なんていうのかな、そういうところを見たときに、あ、なるほどな、こういうふうに、まあ、監督は思って、宇野さんを、まあ、動かしてまで、打つのはそんなすげえと思わなかったけど、まあ、パワーがなかったです。まあ、僕は同部屋だったので、キャンプのときに、うん、まあ、あのルックスとか、あの体型からね、うん、そんなにガチッともしてないし、可愛らしい顔してるし、ただ根性は座ってましたね。PL 高校というあの礼儀サーブというのね、すごかったです。僕と、まあ、教員が近藤慎一と、立浪の1年目、ね、三人部屋だったんです。あ、まあ、近藤慎一は競泳じゃないですか。まあ、まあ、ある意味、どしっとしてますけど、まあ、根性があるって言ったら、やっぱりね、あのなんか、すごい根性。ね、まあ、いろんな話してて、僕から見たらこうミート力がやっぱりあると思ったんですよ、うん、いいバッターとそういうのは分からなかったですけど、うん、まあ、やってまして、中尾さん、うん、限りでやっぱりすごいですねって話になったけど、ね、いや体力はないですよ、毎日体力のことって、技術的なこと、技術的なことはいけるっていうのは感覚は多分、彼は多分あったと思う、やれると。やれないのは体力がない。それを僕を見たから体力がないと思った。日本一体力ある選手を見ちゃったからね。先輩から何か欲しいって言って1個だけ体力をくださいって、俺はお前の技術を教えてくれってこういう話を、ね、キャンプの部屋の時はしたんですけど、まあその時はそういう会話を今思い出すと、まあ技術的には多分立浪監督はまあなんとなくいけそうな手応えがあったんじゃないですか。でもそれ持ってることがすごいよね。すごいと思う。確かに体力はなかったですけどね。いつもなんか飲んでたよね。ね、キャンプ朝夜帰ってきたらね、もう10キロぐらい痩せてるようななんか帰ってなってましたけど、まあまあね、やっぱりすごい選手なんで、この企画絶対面白いよ。それではインスタの方の質問をさせてもらいます。なぜ彦野さんはバッティンググラブを使用しなかったのですか、うん、ああ、手袋ですか。はい、簡単に言うと、長嶋さんとかみんなしてなかったから、あ、そうですね、しない方がいいんだろうか、憧れもありと思ってやってたのが最初。そう考えると落合さんも王さん、長嶋さんもね、しないですね。で、したこともあるんですよ、はい、もちろんあのメーカーさんがたまにもらって似合わなかったですね。でしょ、うん、でしたこともあるんだけど、結局あの最終的な話はちょっとこっちを置いておきますけど、まずグリップが中でこう皮の分動くのがええ、うん、ビュッとね、グリュッとこう、うん、いくらピタッとした手袋をしても、うん、今の手袋ってものすごくピシッとしてるかもしれないけど、いやでも当時も結構ピシッだったんですよ。あった、うん、そういうの、
でも石臼って感じです。でなんかそれでも多少こう動くじゃないですか。あれがまず気持ち悪かったのが一つ。それとさっきの俺の打ち方に戻っちゃうんですけど、握り替えでしょ、シューってやるじゃないですか、取れなくなるんですよこれ春のオープン戦の時に寒いからって手袋したことがあって、シューってやったら離れなくなってあーもうこれも絶対無理だ。あ、まあ、そこが一番ですね、うん、だからもう、あ、もう今ずっとなしてで、あとねやっぱ感触も絶対いいですよ。これおすすめ、素手の方ね、素手のがでも痛いけど打った時の感触は素手の気持ちが多分、まあ、僕らも最初のイメージはやっぱり滑るので、ね、まあ、手につけた時に手袋も出るとピチッてくるので、まあ、その程度、まあ、あとは逆にかっこよさでつけてますよね。手袋、うん、つけたかった手袋つけたかった、だって高校の時ではつけたことなかったですからね。もうプロ野球に、あ、プロ野球の特権みたいな感じがするんだよね。いいじゃないですか、ね、値札見たら6000円とかついてるじゃないですか6000円の手袋買ったね、ね、中村とか入ってるといいわけね、ここにね、部屋にも飾っておきましたまあ、あの ね刺繍が入るのはだいぶ時間かかりましたからね。あ、ここにね、サンキュー。現役当時の彦野さん、ローカットのストッキングを履いていらっしゃったっていうイメージがやっぱりあるんですけど、あの時はもうだいぶハイカットが、え、ストッキング、ストッキング、ストッキングかローカットっていうのは上に上げて、上に上げて、今の選手が履いてるようなあのこの切れ目がすく短い、昔こうふくらはぎの上までこの紐、ここですか、ここが小さいっていう、はい、小さかったですよね。で、コウさんは上げてましたよね、あの怪我するまでは、はい、あのいわゆる昔の忍者スタイルの、うん、いわゆるここの折り込みの忍者っぽくみたいな、で、ふくらはぎ全部出してる、うん、はい、うん、あ、その時の話なのかな、その時でもね、ごめんなさい、多分何の意識もしてないって感じですけどもらっ、あれ配ってたよね、確か合体くんじゃないですか。合体くんは最後の方だ、最後の方あの、まだしてた方だけど、うん、多分、あ、なんかの伸びてくんじゃん、うん、いや、履けば、うんうん、まだ新しい時に見たじゃないですか。でもね、完璧にヒコンさんが上げてた方じゃないですか。うん、俺は山本昌さんからヒコンさんが結構上げてたよ、うん、あの、怪我をして、例えば背番号が8番に変わった後なんかは、まあ、それこそ落合さんじゃないですけど、あの長ズボン、ね、長ズボンみたいなタイプにしましたし、あのスパイクもハイカットにしたりとかで、うん、ガラッと変えたんです。アキレス腱、うん、サンキュー。今日のお話、あの、第7の時は初球は絶対見逃す、はいはいはい、話されてたんですけど、代打は初球を振れとよく言われるのですが、なぜでしょうか、逆の質問が。あの、初球を振れという言葉は、まあ、確かにあのいろんな方も言う言葉の一つだと思うんで、別に反対はしないです、初球から打つのは。ただ、ちゃんと絞れて打てるなら1球目から打っていいけど、なんかね、僕もそれこそバッティングコーチにちょっと1年やってることがあるので、その言葉だけ言うと、今の選手たちって1球目打つんですよ、何でも狙ってない球まで打っちゃうようなことが結構ある。で、追い込まれた後にやっぱ三振したくないじゃないですか。で、追い込まれるとやっぱ打てなくなるのは、まあ、当たり前だけど、そういう風なこともあるんで、なるべく早く打ちすると打ちちゃうので、1球目から打てたら僕は言わないんですけど、ただ僕が打たなかった理由としては、さっきちらっと言いましたけど、行くまでにいろんなことを考えてるんですよ。自分が当たる時は どのピッチャーなのかなから入って、大体あの終盤のいいところに使ってもらうことが結構多かったんで、相手も結構いいピッチャーが出てきたりとか、まあ、そういうことで、で今までの自分との対戦のデータだとか、そういうのとか、今日の何だろうな、あの今までのキャッチャーの配球だとかって、いろんなことが、まあ、一応頭に入ってるので、そればっかり考えてて、2つ3つパターンを自分で作ってて、でそのパターンにはめたかったんですよね。だから1球見逃すと大体それで何となく分かるんで、そう、あっちゃうよね、うん、ただまあ代打で1球目ってのはね、想像するだけでなんかちょっと難しそうな感じはしますね。サンキュー。
中村さんが星野監督に怒られてる場面は何度か見られたことあると思うんですけど、はい、それ見ててどういう気持ちに、いや、まあ、いわゆるこう手が出てる時に目の前で見たことは正直ないかも。ただ音を聞いたことは何度もあのちょうど球場の裏に呼ばれることも結構あって、まあでも打席ね立ってる時もあるし、あんまり出てる選手の人は木久扇さんに限らずあんまりキャッチされたことない。やっぱベンチにずっといる人たちは結構キャッチされますね、見られます、まあ、見ちゃいます。いわゆる肉眼で見たことがないですか、うん、あの音と話とあとから、まあでも大体ですよ、よっぽどないと裏ね、あんまりやっぱりテレビカメラがあるときっていうのは、まあ、よっぽどねカーッとしてるときはもうテレビも何も関係ないですけど、なんか怒鳴り声とたけしの「はい」と「バン!」っていう音と、なんかこういうことのがこの後ろの方で行われてる、まあまあ基本7割ぐらいは試合後部屋に呼ばれてのが多かったんで、試合中っていうのはあんまり、まああるのはありますよ、ありますけど、そんなには多くなかった、うん、よっぽどだよな、ヒロシです。木久扇さん、オールスターに強い印象があります。はい、はい、お祭り男だったりしますか。そうそう、お祭り男ではないんでしょうけどたまたま、まあ、3回ほど出させてもらって、ね、まあ、2回賞もらってる。いや、木久扇さんはやっぱ強い。なんかあだ名ついてなかったんですよ。またか、また持っていったのか。毎年なんか持っていってますよ。いや、1回はダメだったけど、最初初めて出た時 MVP になって、そうなんかで、名古屋でやった時の関東者になってもらって、あの、まあ緊張しないわけじゃないですけど、楽しいんですよ、ああいう試合って。いやいや、技術があるんですよ。もう大体まっすぐ来るのを分かってたら、ヒットになるかどうか分からないですよ、もう8割ぐらい信念だ、まあ、変化球が来るのがもう絶対来るって分かったら、もう空振りなんてまずない、で技術があるんですよ、だからオールスターとか大体もうまっすぐじゃないですか、そこをファウルしたからダメですけどね、それ一発ポンと打っちゃえば、MVP になると思います。ここからも面白いよ、堀重さん、大人気ですね。うん、コロさんのおすすめを教えてください。ああ、ガブリオルチキン、うん、それ、うん、そうだね、それはやっぱりこの間ね、あの某テレビ番組でグランプリ取ったから、それはやっぱり美味しいと思いますよ。なんか売り切れて買えないらしいですか、最近。もっと本数増やしてくださいって言ってはいるんだけど、なんかこうちょっとずつ増やすようなことは言ってる、うん、けどなんか仕込みにすごく時間がちゃんとかかるって、あれなかなかそう、例えば1年3倍にしますとかっていうことはできない。あ、できない。できないみたいで、それは時間の問題なんですか。時間とか、まあ、いろいろ手間とかいろんなことがあって、うん、ただあの、まあ、そうやってなんだろうな、テレビのおかげが当然 あるんだけども、あの物自体も本当に美味しいと思うから。それは球場でしか食べられないですか。球場がほぼ他の店舗では食べれない。店舗でもう1店舗だけ、錦市、境の店には、ね、取り下げは食べれるけど、あれは同じもの、同じもの、美味しいですよね。皆さん、まだ見てますか。打撃コーチ、オファーがあれば、やります。やってもらいます。でも、やってみたいかもしれないですね、もう1回。前回も一応バッティングコーチっていう名前でしたけど、なんだろうな、特にファームにいる頃はなんかいろんなものを牽引してて、でもどうなんですか、今ちょっと見た目、スイングが変わってるじゃないですか、まあこれ見た目ですよ、まあ、昔は叩きなさい、今はちょっと、ね、あの辺は我々の時代とどうなんですかね、やっぱかなり変わってます、ね、基本的にはもう変わってないですよ。元は変わってないと思います、うん、バッティングっていうのはこういう風に打つんだよっていうのは、まあ、いわゆる基本的なラインは変わってない。ないけど、まあそのピッチャーが投げる球も変わっていく、時代によってもちろん変わってくるし、
それは俺たちがやっていた頃より多分球が10キロぐらい速くなって、あとでもボールも飛ぶようになって、うん、で吸収、ね、吸収が増えた、うん、増えてって言っても俺は別にそんなにお尻あるからどうだって、まあまっすぐ来るか横に曲がるか下に落ちるかぐらいしかないんです。それ以外の変化ってほぼないわけですから、うん、あんまりその球種の名前に惑わされすぎないとか、頭がね、髪が落ちちゃったね。だからまあそうなんですけど、でも基本的に上に上がってくる球はないですよね。だからまっすぐ来て落ちるか、基本的にこういう球が多くなるんですよ。で、昔大きく曲がる球が結構あったんだけど、今はこういうのってあんま流行んない。小さく動かして芯をずらすっていうことを主流になってきてるから、どうしても上から叩きに行くようなスイングばっかりやってると、どうしてもワッツラを打っちゃう可能性があるので、おそらくこういうスイングが主流になってきてるんじゃないかなって思うぐらいの程度で、大きくは変わってないと思う。僕はだからもう基本的にやっぱりバットの変化をどうやって上手に使えるかなっていうことばっかりをいつも考えてるし、人に教えるんだとしたらですよ、うん、それを強く早く正確に打てるようになったら、すごく多少の変化でも全部ついていけると思うし、いいんじゃないかなって思いますね。大丈夫です、バッテリーコーチやります。はい。アキさんはバッテリーコーチやります。それやるでしょ。はい、やります。それよりもっと上のやつやらない。ええ、やらせていただきます。はい。お二人がまたユニフォーム着れるのも楽しみ。本当そうですよね。はい。はい、本当にね、できたらいいですよね。はい、本当に。どうも、ユーチューバーです。今よく歌う曲はありますか？はい。急にちょっとでもお前、まあ、みんなご存知です、もうプロですからね。はい。ココノさんの歌をどこで聞くことができますかっていう。鳥しげスタジアムですか？あそこみたいな。ここですか？まあまあ、そのうちコロナもね、もう見せていいじゃん。緩くなってきたんで、どっかコンサートやるじゃん。なんか計画してくださいね。もう歌うときはなんか宣伝します。大変一緒に本作一緒に。僕はよっぽど踊ってるだけですか。踊ってもらえます。はい。ペコさんどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター、インスタもよろしくお願いします。